グノーシア、あ、ゼロってあるね。ゼロ選べたの？あー、行ってみよう。グノーシア不在のため設定を修正しました。修正？あ、バグもいなくなるのか。なるほど、バグが混ざってると終わっちゃうから修正された。まあ行ってみるか。ここはグノースの手が及んでいない宇宙。船内には汚染者が一人もいない。おそらく唯一の宇宙だ。やはりヒッピーもここにたどり着いたんだね。この昨日の世界に。あれ？これは、だいぶ、もしかして、エンディングいっちゃう？そう、このループはいつもの開始時点より1日早いんだ。なぜかはわからないけど。さあヒッピー、これから何が起きるのか確かめてみようか。デイゼロ。はあ。お、ヒッピーじゃん、もう来たんだ。せつも一緒なんだ。今みんなで食堂で飯食ってるからさ、二人とも来れば。あ、ありがとう。行ってみようかヒッピー。食堂のテーブルにはみんなが思い思いに持ち寄ったのか、雑多な料理が用意されてる。もしかして雑談でよく出てくるみたらしだの、ボルシチだの、いろいろあるの。ヒッピーとセツも来たんだな。まあ適当に食ってけよ。お、セツか。俺さ、まだお前にはちゃんとお礼してなかったよな。え、礼を言われるようなことあったかな。何言ってんだよお前。俺らのこと助けてくれただろ。そうだよな、ルーアンだっけ。あの星グノーシアだらけだったじゃん。セツが誘導してくれなかったからさ、僕らとっくに消されてたったで、消されてたって。うん、セツありがとう。そうか、ふふ、そんなこともあったね。俺だってセツには感謝してんだぜ。感謝の気持ちがギラつく欲望に変わっただけで。ほれ、溺れる者は藁をも、んふ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 ん、つうだろ。ねえねえ、セツ。シャーミンを助けたの失敗だったんじゃない？まったくだ。なんだこの楽しそうな一日は。みんな楽しそうに話しながら食事をしている。セツの顔にも時々笑いが見える。ヒッピーもう怪我は平気？襲われたのか、怪我。ああそういやヒッピー結構な大怪我してたっけな。うん、ものすごいことになってたよね。てっきりヒッピー俺みたいになると思ってたんだけどな。まあ治ってよかったわ。これは快気祝いだな。危ねえ、茂道になるとこだった。しばらく食事に付き合った後、セツと二人で食堂を抜け出した。ヒッピーが怪我をしてたなんて初耳だよ。だけどみんなそのことを知っている。グノーシェがいないことだけじゃない。つまりこのルーパー今までとは違うようだね。それにふふ、奇妙な感じだよ。今までお互い疑い騙し合ってきたみんながあんな風に仲良く過ごせるなんてね。もしこのまま。すまない、なんでもないんだ。行こうかヒッピー。他の乗員にも話を聞いてみよう。今回はひたすら情報交換というかそんなパートだね。何度も言わせないでほしいんだけど、グリゼ方面に航路を設定するのが一番効率的なのは明白じゃないか。全くどうしてわからないかな。ラキオさんもういいですから。しかしだ、このジョナス船長として、それは、おや、ふふ、噂をすれば影か。え、ヒッピー様？せつ、現在我々は当船の今後の進路について協議している。そこで、軍に属する君に問おう。我々はグノーシア汚染によって壊滅したルーアン星系から、辛くも逃げてきた避難者だ。そしておそらく他に生存者もおる前。したがって我々にはルーアンの現状をしかるべき機関に連絡する義務があるだろう。ここからほど近い横断軍基地に向かうべきかと愚行する。愚行？まさく、じゃまさしく愚行だよ。軍なんかに捕まったら報告だの検査だのとどれだけ拘束されるか知れたもんじゃないだろう。僕はごめんだね。とまあ、ふふ、この通りさ。説どうしたものかな。そうだな、うん、セツさんが決めてくれたらいいと思うの。喧嘩しないで済むし。ククルしかもうなずいている。ルーアンに関する報告は私がしておこう。だからわざわざ基地に立ち寄る必要はないだろう。
よろしいのですか？青函航行の規定によれば、グノーシア汚染が発生した場合、関係者は速やかに。いいさ、この船に汚染者がいないことが判明している以上、規定に従う意味もないからね。あ、これ驚いたね、説。君意外と話がわかるじゃない。ふむ、ならば是非もなし。ラキオの希望通りグリーゼ星系と向かおう。ああ、よかった。ありがとうございます、皆さん。それにラキオさん。礼などいらないよ。僕はただ、とっととグリーゼに戻りたいだけさ。レムナンはグリーゼに行きたがってる。いや、違う。基地に行きたくない。もし基地に行ったら僕はまたあの人に。だからラキオさん、僕のことを心配してくれて。皆さんには誤解されるかもしれませんけど、ラキオさん本当にいい方なんです。ここにいる全員が同意すると思うけど、レムナン君相当に気持ち悪いよ。あのジョナスさん、グリーゼの方に行くなら途中で惑星ナダで降ろしてもらえるともとても嬉しいのです。ナダには私のお家があるので。もうね、みんな危機を脱してそれぞれもう帰る三段をつけてる感じよね。フロンカマントも、夫婦レディのエクスコートは紳士のたしなみだからな。やった、ありがとうなの。ああ、吉門さん、ああ言ってたね、仲良しの保育飼育員さん。ラキオはいいやつなのよ。よかったねと嬉しそうに乙女を見つめている。かわいい、かわいいかけるかわいい。そうだ、ククルシカさん、ククルシカさんはこれからどうするのです？ククルシカはゆっくりと手を振っている。乙女、ククルシカはなんて言ったの？寝たり起きたりして死ぬまで楽しく生きれればいいかなって。そうなんだ。そうだ、よかったらククルシカさん一緒に灘に来ないですか？きっとククルシカさんお友達いっぱいできると思うの。どうかな。ククルシカはただ静かに微笑んでいる。これからか。未来はあるんだね。ふふ、忘れてたよ。私には手が届かないものだから。ねえ、ヒッピー、もしループを止めることができるとしたら。私はこの世界でループを止めたい。グノーシア汚染者のいないこの世界で。そうだね。そう、この世界だったら全員に未来があるんだ。だがヒッピー、お前に未来などない。ユリコ。なぜならヒッピー、お前はこの宇宙にあってはならぬ存在だからです。でも今回はバグでもないよ。いい加減にしてくれないか、ユリコ。なぜそんな言いがかりを。イエセツ様、ユリコ様のおっしゃる通りです。寝たり起きたりして死ぬまで楽しく、ヒッピーみたいな考え方。やっぱ気が合うな、ククルシカ。結婚しよう。ステラまでそんなことを。ヒッピー様はルーワン星脱出の際、事故に巻き込まれて重傷を負われました。そのため医療ポッドで治療を続けておられますが、その治療が終わってここにいる。それだけのことだろう。ですが、説、所詮言葉では伝わるまい。己の目で確かめてくればいいでしょう。わかった。医療ポッドを確認しに行こう、ヒッピー。これだね。このポッドには確かに誰か入ってる。ステータスは治療中。うん？俺が怪我して俺はここにいるんじゃないの？俺が入ってんの？一応テキストを消しておきます。正直に言えば私は怖いんだ。だけどね、覚えてる？疑うな、恐れるな、そして知れ。すべては知ることで救われる。昔ヒッピーがそう言ってくれたよね。言ったっけ？私もそう思う。私たちは知らなければならないんだ。ん？その言葉は最初のループでセツが言っていたが。あれ、まさか覚えてないの？あ、そうか。ふ、なるほどね。いや、なんでもないんだ、気にしないで。それより見て、そのループにたどり着く前の俺なの？
いや、そんなことはないね。俺は俺だからね。120回目ぐらいのループの俺だからね。治療が終わったみたいだ。ポットが開くよ。ねえ、ヒッピー。もしヒッピーが、君が何者であったとしても、私は君を、ポットの中にはもう一人の自分がいた。そしてもう一人の自分が目を開けた瞬間、致命的なエラーによりこの宇宙は消滅しました。はっ、何も見えない。これは一体、ひどく不安定な世界みたいだね。グノーシアの説。宇宙消滅の余波でこんな世界に飛ばされてしまったみたいだ。おそらく長くは持たないだろう。いつもとより薄着。いい機会かもしれない。二人で話し合って考えをまとめておこう。さっきのループ、グノーシア汚染者のいない世界にはもう一人の君がいた。ならば君はどういう存在なのだろう。はあ、バグってる。バグってる。ぜあ、バグってる。怖い、怖い。怖いよ。見なきゃよかった。本物のヒッピー？クローン？あるいはヒッピーのふりをしている偽物？本物？クローン？偽物？本物？本物？自分は本物だと答えた。そうだね。君ともう一人の君、どちらも本物のヒッピーだ。私もそう思う。同一の存在による矛盾の発生と、対消滅。対消滅かな？それによって宇宙が消えたのだろうから。だとしたら今までにループしてきた宇宙にも、もう一人のヒッピーはいたのだろうか？君はどう思う？いた？いたの？ちょっともうよくわかんないけど、いたのかな？いただろうと答えた。あ、おそらくそうだ。前にラキオが言ってた通り、もう一人のヒッピーもまた船内にいたはずなんだ。俺もククルシカみたいに二人いたの？治療ポットの中にもいたの？そしてもう一人のヒッピーがどうなったのか。これもラキオの言ったことだけど覚えてる？消えた。忘れた。正直忘れたけど、ラキオなんて言ってたっけ？グノーシアに消されたって言ってたね。消えたんだ。ラキオは消えたと言っていたと答えた。そう、巻き戻った私たちが目を覚ます前に消えていたんだ。ではもう一人のヒッピーを消したのは誰？グノーシアじゃないの？グノーシアだと答えた。その通り。船内のグノーシア汚染者が、もう一人のヒッピーを消していた。わかりやすい図解。グノーシアに消されて、もう一人の俺だけがループしている世界。これが、この状態が続いてたけど、さっきの世界は二人の俺が存在して、わけわかんなくなって宇宙が消えちゃった。そのため君ともう一人のヒッピー、二重存在の問題はこれまで起きなかった。だが、汚染者がいなければ宇宙が消滅する。だから今まで汚染者のいる宇宙にしかループできなかった。私たちがこの先も存在を許されるうちはそこにしかないから。なるほど。矛盾が起きないためにグノーシアが発生してた。グノーシア汚染者が、だから俺のせいって言われてた。グノーシア汚染者が出てくるのは。私はね、ヒッピー、あの船には汚染者がいない宇宙で思ったんだ。できることならあの宇宙でみんなが犠牲になることもなく、
みんなに希望がある宇宙でループを終わらせたいと。だから、ヒッピー、やはり鍵だ。この状況を打開するには鍵が必要だと思う。銀の鍵が満ちるまで可能な限り全ての情報を集めるんだ。まだ知らないこと、船のみんなのこと全てを。そうすればきっとヒッピーは、この宇宙は崩壊しました。サーチができるようになった。じゃあ全部の条件を突起事項を見つけてからグノーシアがゼロのあの世界に行けば何かが変わるってことね。説いっぱいいるのを見てほしかった。もっとじっくり見た方がよかった。怖かったんだもん。ポンコツだらけのグノーシアパーティーになりそう。全部説だったらもうわけわかんない。何も進まなそう。毎回勘で疑ってそう。チャンネル登録よろしくにゃん。